死刑は死刑でも執行猶予がついた。一から説明するね。これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で20本、うちではそのうちの6本を保有してる。そしてこれは壊せない、それだけ強力な呪いなんだ。そこで君だ。君が死ねば中の呪いも死ぬ。だからこう提言した。どうせ殺すなら全ての宿儺を取り込ませてから殺せば。そこで君には今2つの選択肢がある。今すぐ死ぬか、全ての宿儺を見つけ出し取り込んでから死ぬか。お前は強いから人を助けろ。お前は大勢に囲まれて死ね。亡くなったのはじいちゃん、でも親みたいなもんかな。そっか、すまないね、そんな時に。でどうするかは決まった？こういうさ、呪いの被害って結構あんの？今回はかなり特殊なケースだけど、被害の規模だけで言ったらザラにあるかな。宿儺が全部消えればさ、呪いで苦しむ人も少しは減るかな。もちろん。あの指まだある？改めて見てみると気色悪いな。さて2本目、10分の1か。どうなる？うわまず笑えてくるわ。確定だね。肉体の体勢だけじゃない、宿儺相手に難なく自我を保てる。千年生まれてこなかった逸材。どったの？なんでもない。それより覚悟はできたってことでいいのかな？全然。なんで俺が死刑なんだって思ってるよ。呪いはほっとけねえ。本当にめんどくせえ遺言だよ。宿儺は全部食ってやる。あとは知らん。てめえの死に様はもう決まってんだわ。いいね、君みたいのは嫌いじゃない。楽しい地獄になりそうだよ。